グナイウス・ドミティウス・コルブロは、ユリウス・クラウディウス長期のローマ帝国の軍人。コルブロは、イタリアの元老院階級の家庭に生まれた。コルブロの父親は、皇帝、ティベリウス知性の下では、プライトル職の任にあった。幼少期については詳しくは分かってはいない。皇帝、カリグラの知性である40年に、コンスル職に当選した。彼はまた、カリグラとはその妻。 カエソニアを通じて、血縁でもあった。しかし41年に、カリグラが暗殺、クラウディウスが皇帝に就任すると、その後は、彼の官職歴は47年まで止まったままだったが、クラウディウスによって、ゲルマニア・インフェリオールの司令官として取り立てられ、本部をコロニア・アグリッピナに設置する。この地の統治は困難で、彼は、数々のゲルマン人の反乱を鎮圧せねばならなかった。 この間に彼は、ライン側とマース側をつなげる運河を作っている。任期を終え、帰還したコルブロは52年までローマに泊まり、アシア族州の総督に任命される。54年に、クラウディウスが没死し、ネーロが皇帝となると彼は、東方族州に派遣され、アルメニアにおけるパルティアとの紛争に対処することとなる。しかし、指揮系統が二分された命令だったために、 使える戦力も権限も不十分であり続けた。準備に数年間をかけた後、58年にゲルマニアから援軍を要請した上で、アルメニアに侵攻、アルメニア王、トリダテスト、パルティアンをボロガセス一世と戦い、親ローマ派の王を擁立することに成功した。しかしながら61年に今度は、親ローマのアルメニア王国が、パルティア内のアディアバネ王国に侵攻したため、 ローマとパルティアの戦争は不可避になるかに思われた。しかし、ボロカゼス一世は和議を選択、両者は和平に至った。その内容は、ローマが擁立した親ローマ派の王を、敗位、アルメニア王ディリダテス一世の領地を承認するという、ものであった。コルブロにとって、重要なのは、シリア属州の安全保障であり、そのために、ローマの衛星国アルメニアをパルティア二条とする。 つもりであった。これに対して、ローマ本国は条約締結に難色を示し、カッパドキア総督海戦ニュースにアルメニアを再びローマの支配下に戻すよう命令した。しかしこれは海戦ニュースがパルティアに大敗を喫して降伏したため、失敗に終わる。結果として、インペリウムが授与され、東方全軍がコルブロの指揮下となり、大軍を率いてユーフラテスを超え、 パルティアへ進行。これに対して、パルティア側は和平を選択する。この結果、ティリガテス一世をアルメニア王として承認するが、ローマに赴いて、そこで皇帝、ネロの下で大官を行うという、ローマにとって大いに面目を保てる内容となった。ティリガテスは旅路で大歓迎を受けつつ、ローマへ赴き、以後親ローマの立場を取り続ける。これ以後アルメニア、 パルティアとローマとの間は50年以上、トライアノスの時代まで平和が保たれた。そのため、ネロ死後の内乱でも、東方から介入されることも防がれた。コルブロの人気は、軍団でも高かったが、皇帝ネロは、コルブロの義理の息子が、自分の暗殺計画に加担していたことからコルブロに、対して、疑惑を抱くようになる。67年に、 ユダヤ族州で反乱が起きたが、ネロはコルブロの力量を恐れ、ウェスパシアヌスに鎮圧の任を任命する。そして、ネロはギリシアに、巡行の際に、東方の司令官であったコルブロとゲルマニアの司令官であった彼の兄弟をギリシアへ召喚、コルブロたちに自死を命じた。これに対してコルブロはことを唱えず、商用として自殺した。キバゾウ、ありがとうございます。